皆さんこんにちは、今成田に来ております。今からなんとですねヨーロッパに行ってきます。ちょっと荷物が多すぎて、今回の旅はですね、いつもの一面とベルギー、フランス、そしてギリシャに行きたいと思います。ということで今から、搭乗してきたいと思います。いざベルギーへ。はい、成田今9時なので、ちょっと朝食を食べたいと思います。じゃーん、三色丼です。いただきます。成田のこの入国審査のところに入るのが実に3年ぶりとかかもしれない。最近ずっとその国内旅行とかでも羽田に行っていたので、久しぶりの成田でちょっとウキウキしてます。私本当に成田が大好きで、羽田よりダントツで成田派です。なんと秘宝カバンキャリーが壊れちゃってるよ。行っちゃってるよ。壊れたら結構しんどいよね、旅の始まり。はい、部屋に着きました。今回はですね、リコリエリナちゃんがトゥモローランドに来てて、でそれにちょっと私はお邪魔させてもらうっていう感じで、お部屋に一緒にリナ部屋に、ステイさせてもらってます。でちょっとね、みんな今トゥモローランドに行ってるので、私はちょっとねもうすっぴんなんですけど、今からちょっと薬局の方に行ってティッシュとくしゃみ止めを買いに行きたいと思います。行ってきます。はい、街中にやってきました。今夜の9時前です。めちゃくちゃまだ明るくて、なんかまだ昼間夕方ぐらいの感じの気分になっちゃいますね。なんか全然まだ明るいね。日の入りが10時11時ぐらいなのかな。なんかでも面白いね、歩いてるだけで。なんか久しぶりにヨーロッパ来た感じやわ。やっぱええな。飛行機のコーディネートこんな感じです。上下ピンクです。めちゃくちゃ夕日綺麗なんですけど、めっちゃ愉快な人いる。なんかいいね、チルい綺麗。おしゃれなレストラン街です。いいね、なんかやっぱ海外ってテラスがすごく多くて、も道のど真ん中にこんなテラス広げてるのがいいね。メニューこんな感じ、1ユーロ140円ぐらいから、
界な仲間たちと、のうちの一人リナちゃんとはゴールしたんですけど、リコリエとはまだ会えてないんですけど、プラプラヴィンテージショップとかちょっと回りたいなと思ってまーす。ここでこんな感じです。なんかね、今回はコーディネートはあのアメリの来年2023年の SS のファーストサンプルを持ってきたので、結構早めに見せれるかなと思います。ちなみにファーストサンプルだからね、白黒がすごく多いんで、そちらだけご理解ください。街並みこんな感じ。なんかすごい可愛いね、サングラスが売ってて、見てこれ、このね、このサングラス可愛くてめっちゃ見たいんだけど、これもすごい可愛い。開いてない説、悲しいぜ。ここお店やろう、行こうと思ってたらほぼ全部閉まってる、日曜日。悲しい。なのでちょっともうおとなしくホテルにみんなが用意してるのを待って、ランチに行きたいと思います。合流やっと、やっと合流した。はい、これ引っかかってるじゃん、はい、これを足を前に置いてライムデビューします。そう、こうやって前に倒して、はい、ガチャン、はい、で倒します。はい、でそしたらこれに両足で乗るんだけど、両足で乗る。スクーター乗ったことない。おお怖え、おお怖え怖え。大丈夫いきなり両足乗らないのよ、普通は人は片足降りてそうで、それでブレーキ使ってね。できた。そうそうそう。それで。イエーイ。リナとは。リナちゃんも。これ私？あ、ありがとう。ね、これさ、すごい指紋汚くない？あ、指紋フィルター？うん。ありがとう、教えてくれて。いつも指紋フィルターして連れてくれてありがとう。画面真っ白なんだもん。ここは言ってください。じゃあせっかくなんで、なおさん、声が聞き取りづらいな。何ですか？いやいや、ブルッセルの、ここブルッセルですね。これあれだよね、アメリの編集的にテレテレテテみたいなのが出るんだよね。ああ、やば、機嫌悪。なおがついてから急にカメラを渡されました。しかももうビデオになってました、渡された時に。写真ではなく去ってくなおこ、今から YouTube の撮影始めます。はい、これは僕もついてくってことですかね。はい、ベルギー到着しました。違う、それじゃない、はい、今日のベルギー2日目のコーディネートです。はい、ちょっと暑いんですけど、アメリのセットアップ、このビーチとパンツのセットのアイテムをちょっと取りたくて、ブラウス着てきました。まあでも日本ほど暑くないから全然いけます。このビーチ取り外しで遠い、全身映した方がいいのかな。取り外しができます。それがビーチって言うんですね。これビーチです。でこれ何がすごいかっていうとですね、なんとですよ、なんとですね、こうできるの、コルセットになるんだ。そう、逆に使えて、こうすると見て、こう、すごい、
え、全然スタイリング変わるね。スタイリング変わるの。すごいね。2023年 SS の新作なんで、はい、ぜひチェックしてね。じゃあね。すごい。何ここ。広場。なんかさ、イタリアのさ、あそこに似てるね。ローマ。ローマね。なんかこんな感じじゃない？すごい。建築がすごいね。こっちの。この見どころほぼここだから。あ、そうなんだ。スペインの？スペインじゃない、ベルギーの。ベルギーの。ここが最大のベルギーの見どころです。これマジビデオ撮ってたらさ、スリにあってもさ気づかなさそうだ。すっごい。なんのなんかスカッシュみたいな、なんか手で打ってる。手で打ってる。手で打ってる。こんなとこ進んでたらさ、どこでも撮れる写真。ベルギーのスタバが可愛すぎるけん。スタバマークみたいな。スタバマーク。可愛い。クリスマスみたい。ね。もうね、座ってる人も絵になるからいいよね。正面ごとの何がちっちゃい。世界三大がっかりじゃないこれ。世界三大がっかりやわ。めっちゃちっちゃい正面ごと。正面小僧でーす。じゃあ正面して。正面していいですか。正面して。正面小僧の前で正面して。正面して。あのでもさ、ベルギーのさところの警察に捕まるっていう伝説も作れるやん。すごいドーナツ売ってる見て。しかも見てインスタぜひアップしてねみたいな。やば、三拠点じゃん。三拠点、ズレズレインスタライブ。こんにちは。結構暑いけどさ、ギガがさ、そんなに無駄遣いできひんのにインスタライブなんてさ、どうだよね。トゥモローランドに行ってきます。来ました。来ました。トゥモローランド、これがよく見るあれね、風景ね。みんながよく上げてるやつこれね。そうです。っていうかさ、平均身長が高すぎてさ埋もれる。いやマジで本当にさ、女の人も175です。ね、多分平均身長170ぐらいじゃないこっち。じゃあ、なおさん、はい。リクイートアップって書いてます。書いてありますね。
全然舐め上げられへんかった。まだベロまで届いてない。しっかり強く。硬いんだけどね。違う違う、ベロに力入れるんだよ。ちゃんと辛っ辛っ。めっちゃ辛いの。なんかちょっとちゃんと上までね、舐め上げないと味がミックスされない。そうそうそう、硬っ。硬くないよ。辛い辛い。どれが辛いの。辛い、チリチリ辛い。おいしい。おいしい。あれこれ。メインが来ました。この曲。ダックです。私はダックにしました。いただきます。これ食べれる？これ食べれる。おいしいよね。まだ食べてない。まだ食べてない。食べれるって言ったよ。じゃあこれ。なおさん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。結構歩いたね。もう1時間ぐらい歩いてる。帰りのバスまでにの、うん、徒歩1時間ぐらい行って。そうだね、いっぱい歩いたね。疲れたね。はい、ということで、トゥモローランド経験できてよかったです。よかったね。楽しかったです。言わせたか。楽しかったです。途中寝てたよね。私体力がなさすぎて、まあ、昨日来たばっかだもんね。よく頑張りました。えらいえらい。足体力がない。よく頑張ったね。次はどこ行くんでしたっけ。え、次はどこ行くんでしたっけ。次はパリです。パリ行きますか。はい、トゥモローランドの会、はい、終了です。はい、お疲れ様でした。